はい、ジュンジーです。ではアイワナピーザーサルティッド続きをやっていきましょう。多分ボス戦だと思うんだよね。そしてまあリドミの感じからすると耐久ボスだと思います。では行きましょう。 GO。 あ、そうですね、耐久ですねこれ。おう、うわ、またなんかいい感じな耐久の予感がしますね。そしてまたね、このイントロを何回見ることになるか恐怖で、ま、お、始まったぞ、いきますよ、集中。まず1回目の挑戦、この最初の感じからして結構弾幕は濃いめだな。あ、嘘、今ので当たっちゃダメでしょ。2戦目、まあ最適の場所を覚えていこうかな。そうですね、最初の弾幕ね、ちょっとそのちっちゃいジャンプすべきかすべきでないかっていうところを、パターン組んでいく必要がありますね。多分最初のこれはパターンだと思うんで、当たるところ当たらないところをちゃんと見ていく。ジャンプしなくていいところはしなくていいから、よし、しっかりと弾の速度にキッド君を合わせていく。あ、そうね、よく見ればそんな難しくない。あ、また落ち着いた BGM ね。これ無限ジャンプできる？水中これ。あ、違うね、違います。比較的なんかフルコーラスな感じするな。待って、危ね、あれ、でもなんかこの曲あれに似てますね、割と最近やったあの耐久ソレイユに似てる。なんか声色が、危ね、あと曲調も危ね、その画面がね分割するあたりも、うわ、これ真ん中に行け、あ、違う、よかった、綺麗ね、ピンクとパープル、怒れてますね結構。2回目結構こ、あっぶね、危なかった。おお、スイッチ、あ、これいいのかな、真ん中行って、でも行くしかないよね、ランス。そんなにね作品自体が難しくはないはずなので、耐久も、あっぶね、お、サビ、ん、やっぱりなんかソレイユに似てるような気がするな、メロディーが。声色でそう感じてるだけなのかもしれないけど、あぶね、あ、そう、この辺りね、ラララララ。あ、でも結構凝れてますね、いい感じよ。この挑戦をね、初回の挑戦すごい大事ですから、これで動画を見返してパターンを作っていく。クリアできるとは思ってないけど、お、意外といける、意外とね、2回目3回目っていくと、あ、じゃないわ、このあと例えばデスして、お、綺麗だね、あの挑戦しな、あ、クソ、もう今のは無理、くっそ、ここからが結構時間かかったりするんですよね、ここまでなかなか来れなかったりして。まあ頑張っていきましょう、あの、まあ、後半か分かりませんけども、あの初見でいけちゃうとこっからが結構ミス連発しそうなんだよね。ただ待機は結構やってきてるから頑張れる気がする、結構進める気がするよ。で、あー、これか、水中だんだんこう迫ってくるゾーンね。そして黄色いの来るよね、あ、来るね。で、黄色の後が画面、この辺が多分当たんなかったと思う。よし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 、いいね、やっぱりこう、あ、ほら、バウンドゾーン、これサビですね、1サビってことは多分ね2番あったからフルコーラスちゃだと思うんで、あぶね、よしよし、超えてる超えてる、2回目です、ここまで来たの、大事にしてけ、この1回のプレーを大事にしていく。危な、あんまりスペースがないけど、よし、まあ、ただこの弾幕はほとんどがあのパターンなん で、乱数は多分これ乱数だと思いますけど、優しい、 OK、 来たぞ、ここもうバッチリです。この辺、この辺で2つ弾が飛んできたのをここら辺で避ける。よしよし、また、うっそ、すぐ次の来ちゃう、マジか、いいですね、このメロディーすごく似てんだよね、タラララっていうの、いい色の玉だね、しかしね、危ない、なんかすごい触れそうなんだよね、触れそうで触れないという、なんというかもどかしい感じがするけど、よしよし、オーケーオーケーオーケー、来たぞ、さてこっからだ、緑の葉っぱちゃんゾーン、
さっきここでミスったんだよね。ここ一回回避した後にかわして行くよ。集中。よしよし抜けた。うん、ちょっと怖いけどね。また待った待って、またそれか。くそ、ここちょっと進捗悪いな。なかなか進めない。ここまで来れればまあミスはしないでしょう。あとあの葉っぱちゃんゾーンね、あそこ多分あの何湾曲してる感じだと端っこにいたらまたさっきみたいな目に遭うと思うから、ちょっと距離を取って反復しようこの辺で。うん、もしそうね、ここにいて、あ、ここにいてあの端っこが飛んできちゃったらもうアウトですから、行くよ。集中、まず集中。だんだん、よし、次でここで抜ける。よし、で次はここで入る。危ねえ。で待って待って、まだ怪しい、まだ怪しいよ。ほらこの辺で待ってた方がいい、絶対に。そうしないと、待って、危ねえ。これ今のはいい、今のはいい判断。初めて来たよ。これは何でかく、あ、待って、真ん中にいた方がいいかな。ん、あ、スイッチ、あ、待って、だいたいわかる。こうなってくると真ん中。 あ、ぶっぱなしが。よしよしよし、怒れてるね。やはりいろんなこう耐久を経験するとなんかこうなるんじゃないかっていうのが分かってくるというか。うー、また怖い。よくあの待った待ったって私言いますけども、まあ、待ってはくれないのは分かってるけどもね、言いたくなっちゃうのよ。行くぞ、なるべくパターンを見ていきたい。これ危ない、あ、しまった、もうなんでそこで当たった。悔しい、今の。ここが、さ、この後、危ねえ。下に潜り込む必要がある。だから、この次だ。この辺から、下に入ってく。下に入ってく。そう、ここ、ここで入る。よし、来た。来ましたよ。来たぞ。ここでミスんなよ。抜けて頼むから、また、これ来い。あ、しまった、待った。今のはちょっと待ってね。くっそ、今のは完全に隙間なかったですね。また下に潜り込むのかな。動画見返しタイム。
さあこの辺りからよ、歌で真ん中に入ってく、で意識的だ、でこの後もまた真ん中に入らないとまずいから、よしよしよし、多分入れてる、 OK OK、 お、来た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 、次のこれ、あ最初と一緒かであれば、でもちょっと球速い気もするけどね、集中よ、いけいけ、おおー、うわすごい、すごく綺麗な演出、クリアしたぞ、オッケー、いやほんと素晴らしく綺麗な耐久でしたね、うん、まるで海の中を漂うかのようなね、そんな耐久でした。さて入ってきましょう、これでクリアかな、お来ましたね、一つのルートはクリアと。ではもう一つのルートに次回からは行きたいんですが、とりあえずステージの頭までは行ってみましょうか。右ですね。右ルート。ほい。おう。あ、まだもう一つのね、ステージやってませんけども、どちらがダガーさんでツタシンさんかっていうのは、まあ、こっちのステージわからないですけど、さっきのステージは、ツタシンさん、あのね、最後の耐久がちょっとツタシンさんっぽいなっていうのは感じたんですよ。あの、パーマネンスの最後のあの、ミクちゃん。の、 あの演出にすごくあの弾のね弾幕の感じとかがちょっとね似てるような気がしたので、さっきのがツタシンさんステージかなとも思うんですけども、まだ何ともわからないですね、うん、はい、では次回はこの先のね、もう一つのルートを攻略していきましょう、はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。